今月5日、日置市日吉町の八幡神社でおよそ400年前から伝わる伝統行事せっぺとべが行われました。まず神社で小中学生が棒踊りや笹踊りを奉納した後、近くの御神殿で白装束の若者たちが泥にまみれて飛び跳ねながら豊作を願いました。どうでした？去年は校庭駅の影響で中止となったせっぺとべ、2年ぶりの開催に観客も雨の中熱心に見つめていました。撮影は鹿児島市の MBC ふるさと特派員尾形義輝さんでした。